ジョージ・ベイカージョージ・ベイカーはオランダ・ホールに出身の歌手。1967年にソウル・インベンションなるバンドに参加。このバンドは後にジョージ・ベイカー・セレクションと名前を変え、1969年にデビューシングル、リートル・グリーンバックをリリース。このシングルはアメリカ・ビルボード氏のビルボード・ホット100の21位を記録するヒットとなり、翌年リリースされた同名アルバムもヒットした。 1975年には、ウナ・パロマ・ブランカが、ドイツやスウェーデンをはじめとするヨーロッパの各国で、チャートの1位を獲得した。バンドは後に1978年に解散。以降はソロで活動するが、1985年に、ニュー・ジョージ・ベーカー・セレクションを結成、1989年まで活動した。1989年以降は再びソロ活動を行っている。 代表曲、リートル・グリーンバックは、1992年に公開された映画、レザボアドックスの主題歌に起用されたほか、サントリーから1998年に発売された、ウイスキー・リザーブ10年、シェリーソン仕上げや、トヨタマーク X2018 年には、キリン・本キリンの CM などでも使用された。この他にも、爆笑レッドシアター、プアップはセイの、 オープニングテーマとして使用されている。ありがとうございます。